はい、今日はですね、野田線のですね、柏駅、行き止まりなんですね。でもここ終点ってわけではなくてですね、線路の構造上スイッチバックというのをやっています。スイッチバックっていうのは何かって言いますと、一回進行方向を変えてまた同じ方向に出ていくという方法ですね。まもなく1番線から各駅停車大宮行きが発車いたします。そんな感じで出発してきましたね。はい、こっち側のホームが、主に、大宮方面のホームになりますね。ちょっとこの駅変わってまして、こんな感じですね。はい、そして JR で何かあったみたいですね。お待たせいたしました。東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は各駅停車船橋行きです。次は新柏です。お客様にお願いいたします。座席はお互いに譲り合っておかけください。また優先席付近では携帯電話の電源はお切りください。それ以外の場所ではマナーモード設定の上Thank you for using the Tobin line. This is the local train bound for Tsunabashi. The next station is Shinkashiwa. これですね、決して新しい電車ではないですが、いろいろこういじってリフレッシュ工事をしてある電車ですね。
ないリフレッシュ車で、結構いじってありまして、例えば外にこうね車外放送用のスピーカーがあったりとか、まあ、LED の両方だったりとかしてますね。はい、じゃあ行きましょう。子供たちは可愛いですね。はい。軽く町の紹介ですね。新柏駅ニュータウンの町になりまして、まあ駅前まあこんな感じで完全にこうもう計画整備されたようなロータリーのあるような町ですね。反対側も同じような感じで。あります。ですね、参考までに慈恵医大の柏病院があるのはここですね。はい。余談です。小児科あります。産婦人科もあります。東武ストアですね。もありますね。あ、それからですね、芝浦工業大学附属の中高、これもここにありますね。はい、電車が入ってくるようですね。
危ないですから、黄色線の内側にお下がりください。一番線に上り電車が参ります。危ないですから、黄色線の内側にお下がりください。JR ではあまり見ない光景なんですが、発生運行というのは鉄道会社の実は安全 5S と言いましてですね、必ず声を出して確認をやるという、これは非常に重要なことなんですね。あんまり JR でちょっとやってるの見ませんけど、民鉄各社大体やってますね今はね。そしてホームには誰もいなくなりました。新柏クリニックすごいですね。ソーラーパネル入れてますね。風力発電も入れてますね。これはすごい。お、すごいすごい。ここまでやると結構賄ってるんじゃないですかね。2.5 キロパネルが、おそらくこれは3枚いや4枚が2列。これ相当電気賄ってますね。これだけあればかなりな電力ですね。すごい。なかなか頑張ってる、開業さんもいらっしゃるので、ぜひですね、全国の開業医さんもこんな風に見習っていただいて、これ非常にね、太陽パネル、まあもちろん今は売電できるっていうのがあるんですけど、まあ一番大事なのはこう自給自足ができているということですね。でこのポイント、太陽光の上にこれ風ついてますよね。これ両方あることで非常に大きいです。はい、これすごく大きいんですよ。風で発電ね、止まっちゃいますけどね。ただなんだかんだ言って回るんですよ。大したもんじゃないなって皆さん思われるかもしれないですけど、これ非常に実は電気を起こせます。風力発電ですね。はい、そんな感じです、駅だけ高架です。高架橋の上ってことですけどね。あとは全部ここ地上なんです。実は駅だけ高架で、ちょっと行くともうすぐそこに海切られます。駅のために下を掘ったというのが正しいですかね。はい、危ないですが黄色い線の内側にお下がりください。2番線に下り電車が参ります。電車が来ますね。はい、じゃあちょっとこれだけ捉えまして終わりにしましょうかね。
ちなみにこの車両東武8000系と言いまして、よいしょ、来ましたね。私鉄では最大の、同じ系列としては最大の車両数が製造された車両です。同系列としてはですね、昭和45年から1991年まで作られた車両です。もうだいぶ技術としては古いですけど、名車ではありますね。はい、はい、来ました。もうだいぶ廃車進んでますけど、まあまだこの鳥羽線では大活躍中っていうところですね。柏の駅から、新柏ですね、新柏からお送りしました。